大阪取引所の大納会には開幕まで500日を切った大阪・関西万博の公式キャラクターミャクミャクも登場しました。大阪取引所はデリバティブ、金融派生商品に特化していて、日経平均株価を対象とした先物取引などを扱っています。今年5月には現行の10分の1のサイズのマイクロ先物やミニオプションが上場し、少額の資金で取引ができるようになりました。株式市場は先月下旬に東京株式市場で一時3万3800円台をつけ、取引時間中バブル崩壊後の最高値を更新。今年最後の終値は3万3464円17銭となりました。年明けの取引は1月4日から始まります。